ブレット・アンドリュー・ハルは、カナダ、オンタリオ州ベルビル生まれのプロアイスホッケー選手である。NHL に所属する。父親のボビー・ハルもプロホッケー選手であった。ポジションは、右ウィング。力強く正確なショットで、その得点能力の高さは群を抜き、ゴール数は、ウェイン・グレツキー、ゴーディ・ハウに次いで、歴代3位である。ブレットは、1984年の NHL ドラフト、 第117位でカルガリー・フレームスに入団したが、1987から1988シーズン終盤でセントルイス・ブルースに移籍した。セントルイスではブレッドとそのお膳立て役としてのアダム・オーツの組み合わせがうまく機能した。当時、この二人のコンビはポップス音楽界で名を馳せたホールオーツにちなんでハルオーツと呼ばれたこともある。 ブレットのベストシーズンと言えるのは、1990から1991シーズンである。この年、同期マリオルミューの1シーズンゴール数記録を超える86ゴールを上げた1998年には、ダラススターズに加入する。1999年6月19日、バッファロー・セイバーズとの間で行われた、スタンレーカップ決勝第6戦の再々延長戦で、 敵ゴーリードミニク・ハシェックと対峙し、ブレットは自らのリバウンドを拾って決勝ゴールを挙げた。ブレットのスケートがゴールクリーズの反則を犯していたのではないかとの騒動があったが、オフィシャルはこのゴールを認めた。1999年の旧敵であったブレットとハシェックは、その後デトロイ・トレッドウィングスではチームメイトとなり、共に2002年スタンレーカップ優勝に貢献した。 2000年10月9日、ブレットは父親の NHL 生涯ゴール数を超える611ゴール目を挙げた。2004年8月6日にはフェニックス雇用手図と2年間450万ドルの契約を結んだが2005年10月中旬に引退を表明した。ブレットは50試合50ゴールの快挙を2度達成している。これを上回るのはクレツキーのみである。 ブレットは、その率直なものいいで知られ、リーグ、選手会など様々な場面で、批判の的となることがある。父親、ボビーの愛称、ゴールデン・ジェットにちなんで、ブレットのニックネームは、ゴールデン・ブレットである。また、母親がアメリカ人であるため、ブレットは、カナダと米国の二重国籍を持ち、国際試合では、アメリカ代表でプレーした。 2002年のソルトレークシティオリンピックでは銀メダルを獲得している。ありがとうございます。